日本の皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。私のね、大河前と申します。1992年から2000年まで日本鳥取大学医学部医学の博士ね、その留学をお願いしました。それで7年半の間にね、国費留学生、それと文部省の特別研究員、大学の上昇一応やりました。大半日本にお世話になりました。それで、ね、私の心にね、ぜひ何の形でね、日本の皆さんのおかげで学んだことね、お返ししたい。それずっと心このね、理想を持っていますので。それで北京大学を変えたからね、一回一応助教授になってね、医学部の神経科学の、それ一応移民してからね、カナダのトロント大学、心理学のね、呼吸の研究学者、それのいろんな研究したり、患者の見たりとかね、しましたの。一応神様の聖霊の予備で、1910年から13年まで、トロントのね、ある神学院、テンデル・ユニバーシティ・セミナリー、3年間ほどね、勉強しましたよ。その間、修士課程修理して、ほら、一応ね、1913年、はい、教会の先生、牧師、ね、バンクーバーのところにね、BC の師匠、ね、それは一応したよな。今はね、カナダ、先導会、まあ、つまりね、クリスティン、ミッションのアライアンスのね、このグループにね、勤めてます。一人の牧師ですね。大学院、修士課程、弁護士だと、以来ね、感動あってね、神様に、神様の、崇拝する詩歌をね、作りました。この7章ね、になってま、7章ね、つまりね、9 chapter は7章じゃなくて、9章ね、9 chapter ね、になっています。それは私は大好きで、これは大学の先生とか、それとクリスチャンの皆さんにね、それの教会の先生たちにもね、見てもらって、大変にいい評価もらいましたよ。それはね、聖書の主な内容、その聖書の神様に関するね、人間に関する真理ね、truth とかね、この章の詩歌をね、まとめましたよ。大変意味はあるのね。ただ20分間ほどね、もし心込めてね、聞けば必ず役に立ちますので、OK? まあ、ぜひ最後まで、ね、聞いてください。それもよければね、このチャンネル Holden Faith and Life ね、この大河前の信用に関するこのチャンネルの登録されもらえば、本当に正解ですね。自分の親戚とか友達にそのいろんなグループに紹介してもらいたいですね。今からね、この神様の認識するためのなんか詩歌をね、今読んであげますので、ぜひ聞いて最後まで聞いてください。 OK、 今始めます。 OK、 第1章、神様は私の主。 OK、 そう、私の主よ、あなたは言葉である、ローガスである。私の主よ、あなたは愛であり。私の主よ、あなたは王宮全体の起源であり。こちらの主はクリストのことです。ジーサス、right? Okay. 私の主よ、あなたは王宮のすべての開始者ね、このであり。そう、私の主よ、あなたは再会と私たちの人間社会の
本質の説明ため の, 権限持っています。そう、私、私の主よ、あなたは光である。あなたは世界と人間社会の暗い場所を明るくする、ね、私の主よ、あなたは私たちの生活の正しい方法を示す 方法です。私の主よ、あなたは真実真理で大きい本当の理由を説明する。そう、私の主よ、あなたは知恵で私たちの生活の開始者、スタートの鍵にとなります。はい、そう、私の主よ、あなたは愛であり、あなたの愛は神様ごっことの聖霊というトゥネティね、トゥネティを結びつける。私の主よ、あなたは愛であり、あなたは人間を私たちに再生与え、あなたは私たちを喜ばせる。私の主よ、あなたは愛であり、あなたは私たちの最も貴重のものを与え、私たちそれらを大切にするための知ってもらいましょう。私の主よ、あなたは愛であり、あなたは我々が最も必要なものを与え、私たちを豊かになする。私の主よ、あなたは愛であり、あなたは私たちを平和で幸せを感じして見ましょう。私の主よ、あなたは愛であり、あなたは愛が無給にお待たされています。Okay? 私の主よ、あなたは愛であり、あなたは私たちの本質の心を温める。私たちは非常に喜びを感じしてみましょう。私の主は、Okay? あなたは愛であり、あなたは私たちの本をきれいにし、私たちは純正で好奇になってみましょう。次のページです。私の主よ、あなたは愛であり、あなたは私たちの誤解を取り除くに、okay? 役に立ちで向上、苦しみ解決を追い出す。私の主よ、あなたは愛であり、あなたは氷のように冷たい傷の心を、okay? 喜ばせることができる。意志の心を、意志の心、彼の修正主としてあなたを見ましょう。私の主は、あなたは愛であり、あなたは私たちを愛して、あなたの愛は私たちに記入させ。私の主よ、あなたは愛であり、あなたは私たちの永遠にするになるまで、毎分秒、日月、私たちを持っているこの生活の中で、今年世界で現在の生活を過ごしてまみましょう。私の主は、何をあなたはと比較することができません。私の主よ、誰もあなたを比べることができません。私の主よ、唯一の父、神と子、聖霊とあなたと一緒に共存し、三位一体を形成している。私の主よ、あなたはに人生であり、つけのページです。Okay. あなたは生きている。あなたは永久である。あなたは消されることが決してありません。私の主は、あなたは生命で、永久な生命のドーナーである、です。私の主よ、あなたは生命であり、あなたはなければ、
人生はその本当の原因の意味を持っていないでしょう。ああ、私の主よ。あなたは私の救世主であり。ああ、私の主よ。私は税を持っているだけでなく、本当の犯罪も犯していない、判定しないだけ。判定しない、判定してるだけ。あなたの救いはなければ、どのような私のためにだいきして私の幸運と私の私の本当の抜きの体の破壊の死になります。あなたの救いなければ私は死ぬまで高徳な生活を送るかもしれません。 OK、あなたの救いがなければ、私は他の人に私の痛みを伝達し、社会にそれを広げる。そう、私の主よ。の次のビジュです。私の主よ、あなたは天国のもので、あなたは私たちの苦しみの人類のための光。未来と希望をもたらす。私の主、イエス。あなたは私たちのために生まれてきた。あなたは、okay? 罪の深い人間の道、方法、そのどこ終わりをあるべき広げる。私の主、イエス。あなたは私たちのために死んだ。私のたちの真のために死んだ。私の主イエスです。あなたは私たちのために生まれた。あなたの痛い愛、福音書、知恵、私たちの濃度を海流人間に送る。の以上は、第一章、神、私の主という章を終わらせました。Okay. I hope you like it, right? この章は、好きでほしいです。の次にはね、主の主派、主を主派の章です。Okay. 今、始めます。Okay. よろしく。私の主よ、私はあなたは崇拝したいのと思います。私の主よ、あなたは宇宙全体の元の作成者、所有者、および支配者である。私の主よ、あなたは宇宙全体のすべての作成者、ガイド、および起草者です。私の主よ、あなたはあなたに生命の起草者、修士校、それおよび復興者です。そう、私の主よ、私たちはあなたを賛美するのが大好き。私の主よ、あなたは新鮮な空気で、新鮮な空気である。あなたはなければ、我々ね、死をすることができません。私の主よ、あなたは甘い飲み水です。あなたは、あなたのなしで、あなたのなしで、私たちは、濃度は、かいて感じられます。私の主よ、あなたは、人生の栄養です。そう、あなたはなければ、我々は外に排出されます。私の主よ、あなたは、あなたを心から崇拝する。の次のページです。私の主よ、あなたは明確な春。あなたは川の流れ、行ける水です。私の主よ、あなたは最も私たちの最愛のいずれかです。あなたは私たちの最も貴重な本当の宝物です。私の主よ、主はあなたは活
境に私の主である今日永遠に。以上は第2章、認識、本当の神様認識の、紹介の詩歌のね、第2章、第2章、読み終わせに、終わりましたので、終わりましたね。詩を紹介する部分を終わりました。その次の第3部分、第3章を入ります。まだ続けて、よろしくお願いします。ご聞いてください。第3章は、主に従う。Okay? 今、始めます。So, 私の主よ。私はあなたに従う。あなたは、あなたの考えはとっても深い。広いです。So, あなたの知恵は、仏教全体に、浸透することができます。そのあなたの心は、私たちの心は、洞察することができます。あなたの一体の力、全能であり、人間の食害物の修復することができます。あなたの、強さは、世界で何でも上に、優勝。次のページに入ります。それは、私の、逆転。私の逆転は、私があなたの足の元に、かがむことができます。そう。私の主よ。私はあなたに従うようにしたいと思います。あなたに、私の、風葬を受け取ってください。以上は第3部分、創始、神を崇拝する詩歌の第3部分、主に従う、という章です。まだ、引き継いで読んであげますので、ぜひ聞いてください。第4部分、第4章、follow the law, okay? 主にしてください。Okay?主に知ってください。Okay? 従ってください。Okay? まだ日本語をまだ続けて勉強して、以前ね、20年前、まあ何のことね、ぜひ取り戻したいです。よろしくお願いします。今読んであげます。Okay? 私の主よ。私たちはあなたに従います。あなたは完璧です。あなたの、ビッションのね、視野。視野はね、遠く、とっても、素晴らしいし、あなたの知識もとっても、豊富である。そう、あなただけの、あなただけの神として、実米を予測し、出分、あなたの心は、それが大きな海に優れているように広いです。あなたは、押されることができない。実践の愛を、お待ちでいる。Okay? Okay, 次のページ入ります。あなたはとっても奇妙で親切です。あなたはとっても強くて、あなたの力は無限だです。私はあなたに従う、鉄橋かすだろう。Okay? 鉄橋ってね、鉄橋、すなわち、鉄橋、勝つだろう。我々はあなたに従っていることが、鉄橋何も心配ありません。私たちはあなたに、follow したいと思います。従う。OK? 以上は第4、神を崇拝する詩歌の第4文を読み合わせ、終わりましたので、OK?Okay? 今はね、引き続き、この、神を崇拝する詩歌を読んであげます。
ぜひ聞いてください。第5章。これはね、すごく少し長いですので、ご留意してください。主の愛、神様の愛、 OK。 そう、私の主よ、あなたは愛であり、あなたはあなたの愛を広くで、あなたの愛は川を渡る、黄河、峡谷、right？ やるチベットの残部じゃん、right？ それはあなたの愛は国、OK？ あなたの愛は国土、OK？ イスラエル、right？ ローマ、それではイジプト、right？ イギリス、フランス、日本、OK？ アメリカ、OK？ カナダ、OK？ 中国、全部横切ります。全部横切ります。そう、あなたの愛は、文化を横切り、投資にも変わる、にもかかわらず、OK？ あなたの愛は民族を渡って、白でも、黒でも、黄色でも、あなたは茶色でも避ける。OK？ あなたの愛は年齢を渡って避ける。幼児も、子供も、思春期の人も、成人も、年寄りにも、right？ OK？ あなたの愛は性別にもかかわらず、男性と女性両方もよく切ります。よく切る。あなたは私の主よ、あなたの愛は驚きたち。あなたは、犯罪者は、許すことを教え。あなたは我々の敵を愛するように私たちを教える。あなたは、私たちの友達に敵を変更するために教えます。教えて。そう。次のページ入ります。そう、あなたの愛はとっても広大である。地球の極地の一方から他方へ、南極から北極へ、大西洋から太平洋へ、星かかりからの宇宙へ、小さな宇宙から大きな宇宙へ、その宇宙から人へ、また人間から宇宙へ、あなたの愛は無限の国だな、想像力を超えている。ああ、私の主よ、私はあなたの、はっきり知らない愛を称えます。次のページに入ります。あなたの愛はとっても深いです。一つの原子から別の原子、原子から分子へ、小さな分子から大きな分子へ、大きな分子からもっと大きな核酸 DNA、DNA からタンパク質、タンパク質から細胞へ、細胞から組織へ、組織から身体、体へ、体から生命へ、限られた人生から永遠の生命へ。まだ次のページ入ります。OK。ああ、私の主よ、あなたの愛は私の月、体に浸透。ああ、私の主よ、あなたの愛はとっても骨髄に入ります。ああ、私の主よ、あなたの愛は私の心臓に達した。ああ、私の主よ、あなたの愛は私の脳と合併。ああ、私の主よ、あなたの愛は私の口に入力。ああ、私の主よ、あなたの愛は私たちの人生の変化をもたらし。ああ、私の主よ、私はあなたの美しい愛をたたえます。あなたの愛は無私である。
あなたの愛は要求に対して求めたい。あなたの愛は、報酬を求めない。まだ、次のページに入ります。そう、あなたの愛は、損益計算をされません。そういう計算されません。あなたの愛は与えるために求め。あなたの愛は与えるために求め。そう、あなたは人間を愛する。あなたは人間のために生まれた。あなたは人間愛する。あなたは人間のために死んだ。あなたは人間愛する。あなたは人間のために復活。Okay? 以上ね。神を崇拝する詩歌の第5部分、主の愛、神様の愛でした。こっちまで聞いて本当にありがとうございます。次にね、また、3つの詩をまだあります。ぜひ聞いてください。今からね、第6章に入ります。第6章、祈りと助けを呼び、OK? SOS、right? ということです。今始めます。よろしくお願いします。そう、私の主よ、私は、私の人生の、あなたの救いを求める、SOS シグナルを送ります。Okay. あなたは強力であるので、私の弱点、要点、okay. 逆点を要点をね、あなたは必要とし、あなたは私の教えることができるので、私の無知にあなたは必要です。あなたは強力ですので、私の無能力はあなたは必要とし、私の欲はあなたを必要とし、それはあなたの禁毒です。私の堕落あなたは必要とし、それはあなたの、灰。あなたの灰です。私の罪はあなたの死、私の罪はあなたの執権であることが、あなたを必要とする。私の不満はあなたの腕をあなたのサポート、つまりあなたを必要とします。あなたを必要とし。そう、私の失敗。あなたは快適であることがあなたを必要とし。私は必死で偶然とき、私に投稿。まだ次のページに入ります。Okay.そう、私は、完全に、別にしていたら、私は完全に、別荘していたら、私の一の親族である。そう、私の友人は私のために貧乏から私を残してあ、私を捨てるね。つまり私を、私は離れますのね。それ、私は負担になるかもしれないので、私の親族は私を、離れます。そう、社会が、私の罪から、犯罪から私を放棄することができる。一の私の主は、あなたはいつも私に同行、私の世話し、私を、まどく。私の主よ、私の石膏、あなたを必要とする。私の石膏はあなたを必要とする。私の名誉をあなたを必要とする。そう、なぜなら、一のあなたは、私がすることが、助けることができる。抑えて、慎重。次のページ入ります。急いで意識ありません。
その謙遜、謙、あの、謙虚な人間にためるです。